お疲れ様です。うちは TV 中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。さあということでウィニングポスト10 2024、ね、こちらねまたやっていくんですけども、また君はサイトに来てるねみたいな感じなんですけども、今回はねちょっとね特殊な、動画になってくるのかなと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。さあ今回はねまた DLC 吸ってくんですけどもまたゴリラって言ったらね、DLC っていう形なんですけども、前回もね、DLC の動画作らせていただいてはいるんですけども、新しい DLC にばっかね話がいっちゃってて、結局何かっていいか分かんねえよっていうね、コメント結構超いっぱい来たんで、ただ僕ね去年もこの動画全く同じ動画作ってるわけですよ。だから全く同じ動画作ってる身からしてはね、過去の動画見てくれればいいんだよって言いたかったんですけども、いやそんなことはないと、やっぱりね皆様にちゃんとご紹介できればと思うんですけども、ただまあね喋、ること一緒なので、前回のね、動画をね、引用しつつね、上は分かったじゃん、上で買うべきものはね、で馬のセットでじゃあどれ買えばいいのよっていうところはね前回のね、動画をね流しつつ、だから A 面ゴリラと B 面ゴリラで、ね、ちょうど1年前ゴリラですよ、要はロードです、ロードロードゴリラとね、ナウゴリラで、なんか変なツッコミするかもしれないんですけども、前回のね動画と組み合わせていって、このね、DLC も買った方がいいよねっていう形の動画をね今回ね、新しい試みで、要は YouTube さんね、過去の動画ねただもう一回リリースするだけだと結構切れるんで、再編集しました、再編集させていただいておりますんで、最後まで見ていただければと思います。それでは本編どうぞ。さあということでウィニングポスト10のね賛否ありますよ、賛否ありますけど、私はわざわざ座談会でねダウンロードコンテンツもっとぶっ壊れたのやってくださいとかわけわかんないこと言うぐらいダウンロードコンテンツ大好きでございますんで、引いた、あいやいや別に光栄テクモ側じゃないからね、大丈夫なんだけど、全然大丈夫なんですけど、ダウンロードコンテンツ好きなんでね、やばいって今回のダウンロードコンテンツ、予想通りっちゃ予想通りなんですよ。前回なんかヤマピーともね座談会で話させていただいた感じですと、実際こう必要ないダウンロードコンテンツありませんかみたいなことをねいやらしい言い方したんですよ、いつも通りね、いや売れてますからぐらいな感じでね帰ってきて、お強気だねヤマピーみたいな感じだったんですけど、それも含めヤマピーさんね素晴らしいこと言ってました。今までねダウンロードコンテンツっていうのは基本的に好評だから残ってるんですっていうね言い方をしてました。なので今回もね前回同様好評であったものをそのまま接収している部分、そしてね新たに同じような感じなんだけどやばいダウンロードコンテンツっていうのがねすごいよ、ここまで来たらすごい、本当にもうねブレないねダウンロードコンテンツみたいな感じなんですよ。だいたい総額3万円超えてきます全部ね、何言ってんだこいつみたいな感じなんですけど、ここはねごめんなさい語弊があるんでねちゃんとねお伝えしたいんですけどもね、これね前回の、ウィニングポスト10の無印の時はね、全部買えみたいな感じになっちゃってたんで、だからそこのところでね、調子乗ってこんなこと言ってますけど、このゴリラね1年前のゴリラね1年前のゴリラそう言ってますけど、実際3万円はね全部買ったらなんですよ、だからねもう今回ね、大体あごめんなさいあこれ言っていい1万円ぐらいだから大丈夫、じゃあ行こうか、全部ね買っちゃうと3万円超えちゃうんですよ。ただ今回もセットでね売られていたりだとか、単発でも買えるんですけどもセットでね買われる方もいらっしゃると思いますんでね、おすすめというよりはもうこれは絶対買っていく方がいいよねダウンロードコンテンツをねご紹介させていただければと思います。まず一番最初に今回育73年スタートでございますから、育73年のねところで現役の馬たちっていうのはもうどうしようもないぐらい買えないわけですよ、何やっても無理なんですよね簡単に言ったら。でも今回やっぱりやってくれたよ TTG ね、TKG じゃなくて TTG のねダウンロードコンテンツやってくれたから今回はやってくれると思ってた。でもウィニングポスト10体験版やらせていただきましたよ、やらせていただいて一番ね歯がゆい思いをしました。アイドルホースハイセイコー買えます、ありがとうございます。秒で買おう、1980円だけど買おう、フルセットでございます。スターホース購入券フルセット、これはね簡単に言うと初代アイドルホースのねハイセイコーの時代、あと竹ホープとかねセットになってくると思うんですよ、日東千鳥とか夏のちぐさとかもねセットになってくるんですけども、もう牝馬もねボンバーも関係ないと。でしかもね今まで通りと一緒です、日本ダービー終わった後の6月1週にね自分のものになります。なのでもうね一藤勇先生お疲れ様でした、体験版まででございましたっていうね方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ほんと倒すのもねありだとは僕は思いますよ。タケホープもハイセイコーも正直な話言うと同じ路線にいるのはもったいないような組み合わせかなと思いますんで、住み分けをできるっていうところがね今回ねこのね初代アイドルホースハイセイコーの時代の購入券セット、そして
ね、今回これセットになってくるやつらっていうのが華麗なる一族の外八大競争の覇者たちっていうね感じでございますよ。そうです、皆さん一頭にフォーカスを当てるんですよね。一頭が買えますという形で、谷の力、大帝エムね、北の勝ち時、コーネルランサー、藤のパーシアまで買うことができます。2サイバーですよね、簡単に言ったらね。2サイバーがもうみたいな、一発目おすすめだね。1980円しますけども、十分これはね楽しめるダウンロードコンテンツになってるのかなと思います。注意事項としては6月の1週でございますんで、日本ダービーと殺傷に関してはもう蹂躙される方もね結構いらっしゃるとは思うんですよ。もうね、もう強すぎると。でもそんな馬があなたの馬になるよっていうところが、このねスターホース購入券フルセットかなと思います。そしてね、いつも通りね、競走馬所有可能数、繁殖牝馬、脂肪馬、牧場とね育成場の面積、そして工事期間ね 50% 短縮もね、こちらも1870円となっておりますので、買われる方買われるかなと思うんですよ。今回ね、これねちょっとね、前回よりね若干ね、若干だよ、これ小平さんにバレないようにね言うけど、ちょっと小さな声で言うけど、競走馬所有可能数5いらないよね。いやいや、いる人もいる、正直いる、うん、いるんだ。まあ、言い方が悪かった、ごめん。ゴリラいらないかなと思ってるのが、まあ、一頭にフォーカスをね、馬の一頭じゃなくて伊藤馬の一頭のね方にフォーカスを当てるって考えると、ちょっとこの所有頭数プラス5はなくてもいいかなみたいな感じなんですけども、まあ、ぶっちゃけた話、これ個別で買うよりも全然安くなってますんで結局まあついてきちゃうけどね、もらえるものもらっとくよ魂でね、こちら買っていただければと思いますけど、使用方法はね DLC インストールした後ゲーム起動してください。わかりやすいですね、素晴らしいね使用方法かなと思います。さあ、そしてね、僕の生配信見た方だとわかると思うんですよ、もう速攻で買ってましたよね、絶対速攻で買ってると思うんですよ。コスプレセット1です。いやでもね、今回ね光栄さんもねがっかりだよ、俺は正直がっかりだね。まあ分かってたよ、前回のウィニングポストない2022のメアのせいでしょ、わかるわかる、結構ねまあいたんですよ、知ってます知ってます、見てました、僕もそのねコメント、メアのコスプレセット5種類なんかいらねえだろって言われてる方いたの、見てんですよ。ですごいね、もうツイッターでめっちゃ書き込みしてるの見て、いやいるんだよ、買うんだよ俺がっていうね感じでしたけど、まあでもいいです、弥生ちゃんが陰陽師になるとか全然意味わかんないんだけども、いいじゃん買うよ。パッテンついてきます、440円でございます。こちらもねしっかり買っていただければなと思いますよ。まあこれはまあ多分随時ねコスプレセットが売れているようであれば買われるんだっていう形でね、 DLC ねナンバリングが変わる前に出ちゃうかもしれないんですね。美味しを買い支えるっていう考え方であれば、僕はここは買ってもいいんじゃないのかなと思うところかなと思います。ここはねぶっちゃけた話ね、買っとるいいのかなと思ってたんですけどもね、まあぶっちゃけた話ね、もうだって違うじゃん、だってよくよく考えたらちょっと違うじゃん。でもね、あのね、なんだろう、1年前のゴリラと1年後のゴリラ言ってることブレてねーと思ったから、まあちょっと乗せちゃった。んだからまあとりあえずメアのコスプレを買おう、うん、メアのポねコスプレを買ってくれればいいんじゃないのかな。うん、まあ弥生のコスプレ買ってもいいと思うんですけど、増えてるからね、増えてるけど、まあまあもういやいやいや、もうだからとりあえずねブレないというか、同じ内容だったでしょう。やっぱり米国欧州牧場最速解説セットね、もう買いました、買ってない、もしかして、いや買った方がいいですよ。2年目以降の2月の1週のタイミングでね解説可能にするセットですからね、普通に言ってねもうチーターですこれはもう、まあ、いいんですよいいんですよ、もう別にいやいやいやみたいなね方もいらっしゃると思うんですけど、僕は買っていいと思いますよね。ただ気をつけていただきたいのはね、所持金に気をつけろっていうのだけはねお伝えしておきたいかなと思いますよ。ウィニングポストってなかなか破産しないようにできてるゲームなんですけど、私ついこの間破産してますんでね、それでも買っていこうって思うね、880円かなと思います。さあ、そしてねオリジナルホースね、スーパーホースでございます。スーパーホースもね6頭無料で譲ってもらえるセットですっていうね、かまいたち、アイアンキング、ダークレジェンド、クロスリングね、アウトオブアメリカ、ネコロコロガール、こちらもね実はね売られてるんですよまあなんかあんなにね頭をね抱えさせられた馬たちをね、まあ、手に入れられるっていうのはねいいのかなって思うところと、まあ、ライバルを潰すっていうね考え方から買うっていうのもありなんですけど、まあこれはどうかなっていうところで、僕は今回見送ろうかなって思ってる感じなんですよ。スーパーホースもね、まあ、前回同様変えたりします。まあでもだったらサード、あぶねあぶね危なかったっていう感じでしょうか。そしてね、絶対買ってほしいセットある、絶対買ってほしいセット、世界伝説の王者たち購入権セット、もう意味わからない意味わからない馬たちが買えるんです、素晴らしい。ヘイロー、セクレタリアとファーゴン、ノーサンテースとね、ラフィアンです。もう買いましょう、買ってください、これは買うでしょ。ファーゴを変えて、ノーザンテイスト変えて、ラフィアンも変えるっていうね、こんなん買わないの意味わからないよ。逆に言ったら1760円ですね、即買いですよこんなんね、こんなん即買いですよ普通に考えてね。ぜひね皆さんね、買えるんですかって言われてた方、買ってますよね、大丈夫ですよね、ぜひ買っていただければと、まあ、ちょっと1760円結構やってんなとは思いますけど、僕買いますけどね。はい、さあ、そしてねもう一個いるんですよ、もう一個あるんですよ。
ですよ。世界の偉大なる王者たちですね、微妙に変えてきた。いやこれはもうね本当にやばいよ。ダウンロードコンテンツ商法だって言われてしょうがないんだけど、いやでも欲しいってこれは。ロベルト・ミスプロね、そしてアレフランスですよ、そしてダリア、ハイクレアまで買えるんですよ。もうわけわかんない、俺からしたらわけわかんないんですよ。1760円でミスプロ、ロベルトも買えるっていうね考え方ができます、ここの2つに関しては。そしてねこの2つがね、実はですよ、今ねご紹介させていただいた2つの伝説の王者たち、偉大なる王者たちっていうのもセットで出ております。そしてそれがね2970円なんで若干安くなってるでしょ。若干安くなってて、1973年の6月1週にのみ自分の所有競走馬として無料でお守り消費することなくいただけますよっていうのが、ヘイロー、セクレタリアとファーゴーね、ノーザンテイスト、ラフィアンね、ロベルト、ミスプロね、アレフランス、ダリア、ハイクレアまでねもらえるんですよ。これ買わないのやばいって、もったいない、これはマジでもったいないと思います。なのでねぜひね、イク73年の1月1週または6月1週に本ダウンロードコンテンツ適用されますからね。意味わかんないこと言ってるんですよ。イク73年1月1週ってどういうことよっていうね感じですけども、なので1973年にダウンロードコンテンツを適用した場合のみ買われますんで、最初からやり直してくださいもうこれに気づかなかった人はねもう残念ですけどね。ただもう買えるんだったら買おうよっていうね、ダウンロードコンテンツかなと思いますんでね、ぜひね買っていただければなと思います。さあそしてね、結構若いところまでね実はね買えるんですよ。世界のね新時代の王者たちっていうね、結構今のジャスティン・ファイとかバーイードとかね、セクレタリアとにも匹敵すると言われたフライトラインもね買えるっていう形になりますんで、結構ね近い競馬のね馬が欲しいっていう方たちもね抑え込んでいる形にはなるのかなと思いますんで、そしてなんといってもね能力開示チケットだったりだとか限界突破チケットだったりっていうのもねまだまだね発売されていく。そして繁殖牝馬の海明けのセットも相変わらず出ていって、最終的に子孫の性別顔選択チケットまでいけますんで、顔選択もできるようになってきてます。そして夢への後押しセットはね、これはまあまあ今までありましたよっていう形になってますんで、どうします、買いますか買いません。正直最初はやっぱりお守りがないのでなかなかね買いづらいっていうところから考えると、世界のミラクルホース購入券フルセット2970円でまあ1万円超えてくるかなっていうね感じにはなると思いますよ。もう1本買ったみたいな、1本しか買ってないんだったら2本目分買おうよみたいな形でねやれば、もう完璧な世界をあなたにお届けできますみたいな形になりますんでね、本当に片っ端から買っちゃうとねもうとんでもないような値段にはなっちゃいますんで、まあこんな感じでね、まあこういういいダウンロードコンテンツがね実はね去年から売られていたっていう形なんですね。まあで非常にこのねダウンロードコンテンツね、まあ馬のねダウンロードコンテンツ、特に1973年とかから札なしでスタートされる方であれば、やっぱりこのねダウンロードコンテンツね頼りにしちゃうっていうのもね、まあやり方の一つだとは思いますんでね、まあご購入検討してみてはいかがかなと思います。それ以外にもね一つ前の動画でね、ご説明させていただいてるね、まああのなんて言うんですか、もうあのね、まあ弥生のね、弥生の洋服でもいいですし、逆に言えばメアの洋服でもいいですしっていうのは大事かなと思うんですけども、それと組み合わせることによってね、もう最強のねウィポライフを楽しめると思いますんでね、ちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はね、まあ、初の試みでね、まあなんかアテレコみたいな感じでやってるんですけどももう結構ね、もう結構やってるんですけども、こういうのね、でまあ普通にいろんなことがねできればなと思ってますし、いろいろ今までもね、まあ、普通に1000本ぐらい動画あるんで、でまあ、まだまだ使えるね小ネタだったりっていうのはね、こうやってねまたご紹介させていただければと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の動画配信でバイバイ。